昨日夜、石狩市の道道でワンボックスカーが電柱に衝突し、運転していた男性が死亡しました。昨日午後6時ごろ、石狩市花川南一条1丁目の花川通りでワンボックスカーが道路脇の電柱に衝突しました。警察と消防によりますと、目の前にある消防署が事故に気づき、救助活動を行いましたが、運転していた石狩市に住む会社役員の野尻学さん49歳が運ばれた病院で死亡しました。当時現場の路面は凍結していて、警察はスリップしたとみて事故の原因を調べています。